サイゲームズ、ウマ娘プリティダービー。しゃ、じゃあジェミニ杯いきますか。昼食は済ませたかな。食後のお茶をご馳走しよう。なーに、味は普通さ。味はね、昼食は済ませました。ただいま午後4時。これでね、5000、ラウンド2に行くルールは一緒です。5戦して3勝したら A グループ、2勝以下だったら B グループに振り分けられるんで、幸先よくファーストチャレンジで行きたいとこですな。3勝以上。出走登録するウマ娘を3、はい、でエントリーはもう作戦は語った通りですわ。この3人、ゴールドシップ、アグネスタキオン、ナイスネイチャーで、ゴールドシップは敵にデバフ役がいないときに後ろから一気にまくってくる追い込み役。このゴールドシップ様を呼んだか、ね、で逆に敵にデバフがいっぱいいたときはアグネスタキオンが回復スキルをターンと発動させて、デバフ関係なくスタミナ削られても走り切る役で、逆に内から敵にデバフをかけるのがナイスネイチャーです。アグネスタキオン、頼むぞ。私の力が必要。5レースを走ります。はい、あ、ちなみにね、これ前回説明、ゴールドシップ様をよ、ジェミニ出走登録のね動画で言わなかったんですけど、はい、この子たちみんなガチャのランク高くないんですよ。この育成ウマ娘っていうゴールドシップとかナイスネイチャーとか、育成シナリオで育てられるウマ娘を引くガチャがあるんですけど、そのガチャの中で、ナイスネイチャーとアグネスタキオンは星1なの。星1、星2、星3が出てくるガチャなんですけど、でゴールドシップは星2だけど、楽しみですね。開始時、チュートリアル終わった後に全員に配布されるウマ娘なので、もうすごい手に入れやすい3人衆みたいな、いやもっといるけど感じですんで、これでね、この子たちが星3のウマ娘にも負けてないんだっていうところを見せつけてやりたいですね。いくぞ！やったりましょう！やったりましょう！あー、毎度かわいい。タキオンね、あんまりこういうことする感じのウマ娘じゃないんだけど、いいですね。そしてこの二人が練習してる中、我関せずのゴルシっていう。SD キャラ本当にかわいいなぁ。よし、この俺はガミでやってるから、小金持ちガミの人気引き、6番人気、7番人気、8番人気だね、うちの子たちは。ちょっと記事とお相手見ましょうか。期待の馬娘が交渉、まあ交渉新進気鋭の注目株ガミ、ジェミニ杯初出走、育成の手腕には定評がある敏腕トレーナー。そうなんです、僕敏腕なんです。ついに今大会でその実力を見せる。他の人たちは、こちら2番目の方、過去5戦1勝東海帝王、まだジェミニ杯で勝ってないマイジロマックイーン。それぞれのメッセージも面白いよね。8282、いけるか、勝率はそんなに高くないお相手のようでございますが、ちょっと能力が見たいな。ほっ、やっぱね、こういうスキル、スタミ、こういうね、構成になるんだよね。スタミナが俺より少なくて、回復スキルが2つしかないからデバフが刺さるといいな。ちょっとスピードで回復スキルがピュリティオブハートがあるのいいな。やっぱ回復スキルがちょっと今回のお相手は少ない雰囲気がありますね。大体ね、金の回復スキル、エンコのマエストロがこういう金色してないコーナー回復とか直線回復の回復量でいうと3倍以上あるんで、ポイント効率的にも非常に美味しいんですよね。
これはスタミナ8でいけるんじゃないか。あとはうちの子がデバフネイチャーがしっかりスタミナを削り切ってくれればいけるんじゃないでしょうか。あんまりねスピード系のスキルは積めないんで、相手結構積んでたけどね。ナイスネイチャーの働きにかかってる気がするな。デバフをどれだけかけてくれるか。相手にデバフはいなかったんで、タキオンよりはゴルシが勝つと思うんだよな。勝つとしたらね。チャンピオンズミーティング2! ジェミニハイラウンド1第1レース、京都芝 3200m。 なげえよな 3200m。タフも絶好の両馬場になりました。結構ゴールドシップまみれになるかと思ったらそんなにいないですね。ゴールドシップ、メジロライアン2番人気を紹介しましょう。グランプリウマ娘、東海帝王、注目の2冠ウマ娘、アグネスタキオン、5枠5番での出走、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備。いやもうあとは祈るしかない、見てるしかない。いい感じにばらけたと思ったけど、でもゴールドシップ2人とナイスネイチャー2人いるな。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。まずコツと根幹距離と一匹狼、発動確率が高いものはしっかり発動してますね。で一匹狼は俺の一匹狼がゴルシの一匹狼発動したってことは他の人は持ってないってことだね。はい、まずうちのネイチャーが逃げを牽制してスタミナを削ります。ゴルシ下降後のスペシャリストで回復。あーゴルシがでもかかったな。いや逃げるねメジロマックイーンが。位置的にはそれぞれちゃんと自分の位置にいるよ。ゴルシもかかったとはいえ前には出続けてないので、かかりはねあのスタミナ消費が増えて、かつ本来の客室の位置よりかなり前目につけちゃうんだよ、ね、そろそろゴールドシップが終盤のラインに入る前には多分こういうスキルを発動させるんで、アグネスタキオンが3位をキープできればタキオンのこういう回復スキルも発動するね。ほら来た、ゴルシも来た。固有はしっかり発動しています。タキオンがめちゃくちゃ回復してんな。ネイチャー、ネイチャー発砲睨みは終盤だっけ。あれこれでねデバフがしっかり働いてれば、あの他の馬娘たちはみんなゴール前にすくって状態が上がって、ここでちゃんとスパートがかかるかどうか。中盤に入ったところでよし八方にらみいいね、だいぶかけたはず。うん、スパートかけてますね。アグネスタキオンが出てきてゴルシも抜いてくるか。またゴール前でねかなりさせると思ってるんだけど、あーでも来てますね、来てますね。タキオンにゴルシ3位、かなりいい位置につけてる。いや行くでしょう。まずタキオン、ゴルシも来てる、ネイチャーも来てる。他の相手の馬娘ねスタミナ切れると思うんだよねゴール前に。はいタキオン余裕を持ってゴール。タキオン勝ったね。デバフ食らってないのにタキオンはちょっと予想外だわ。いいですね。そしてワンツーフィニッシュしっかりうちの子たちで。これが研究の成果さ。完璧だ。また幸先のいいスタートを切ったぞ。ネイちゃんも5位まで上がってきてますね。回復がマエストロ1個じゃな。スタミナをもっと増やしてあげるべきか。この結果だけ見るとやっぱスタミナ至上主義で来てる俺の育成間違ってないんじゃないか、ね、スタミナ1000近くまで育ててるのうちだけだったからね。他の人見ても
いい調子ですな。このまま実験開始だよ。このまま2戦目も行くとしましょうか。コルシの固有は発動した。ただタキオンがね3位にいるから固有が発動してないんですよね。あとはスタミナイーターでどれだけスタミナを削ってくれたか。逃げ馬と先行が多くてタキオンが3位につけられてなくて固有が発動してないんだよね。ナイスネイチャーの発砲睨みがそろそろ来ないか。来た来た来た、よし来た。おうちのタキオン来たぞ。よし、これでスタミナは盤石。ゴルシが全然上がってこないなと思いきや来たな。あ、ゴルシすげえぐんぐん来た。タキオンもトップに立った。やはりスタミナよ。もうゴルシーいるもん最下位だったのにさっき。これはもう勝ったな。あっ、ネイチャーの固有も発動した。ワンツースリーフィニッシュあるぞこれ。あとはゴルシーが刺すかタキオンが粘るか。タキオン2連勝そして3位ネイチャー圧勝。ナイスネイチャーの、あーかわいい、やばい、ナイスネイチャーが本当に好きかもしれない俺。いや、タキオンもゴルシもすげえ活躍してんだけど、ネイチャーがいいな。いいねー。前のデバフネイチャーは勝たせてあげられなかったからな。3位まで来れてるのはいいですね。タキオン強えな。やっぱスタミナガンフリ正義では、根幹距離でさらにスタミナ伸びてるからね。スピード系のスキルはこの全身全霊しか持ってないんですよ、アグネスタキオン。だ、長いスタミナでロングスパートかけるだけなので、最後の最後ラストスパートで全身全霊でスピードをグッと上げるっていうのはあるんだけど、逆に言うとそれしかないはずなんだけどね。スピードスキルなんかいらなかったんじゃ。あと1勝で A グループでーす。マッチ！やばいなぁ。この相手に過去5戦5勝のアグネス・タキオンがいるわ。そして育成方針がほぼほぼ俺と似通ってるんだけど、スタミナは俺の方が高いけど、スピード・パワーが相手の方が高くて、回復スキル3つのタキオンに対してスタミナを削り切れるかどうかっていう勝負になりそうだね。いや、これちょっと相手のアグネスタキオンが厳しいな。もうすぐ終盤、ゴルシのスキルは発動。相手のタキオンは白衣着てないんで、あの研究者みたいな白衣着て燃え袖してるのがうちのタキオンで、あのへそ出しのドレスみたいな着てるのが相手のタキオンですね。相手のアグネスタキオンが5戦5勝してる、やばいタキオンだったわ。うちのタキオンよりスタミナ低くてスピードとパワーが高かった感じ。相手のスタミナ切れるかどうかの勝負。回復スキルはほぼ一緒、固有スキルプラス金の回復スキル2つ積んでるタキオンでした。相手固有が出て、あとはネイチャーがスタミナを削り切ってくれるか否かだね。スパートはかけている。相手のタキオンもスパートかけてるっぽいな。ゴルシーいけるか。いや厳しいかこれ。ネイチャーも頑張れ。よし、全身全霊、全身全霊で刺せ刺せ、来てる来てるぞ。ゴルシだ。タキオンも抜けるか。ゴールドシップ抜け出した、勝ったー。これは嬉しい。あ、相手のタキオン最後立ち上がってたね。スタミナ切らしてたわ。
やったー、デバフも働いてるな。これでタキオンが3戦2勝、ゴルシが3戦1勝して常に1着と2着はこの2人。プレイ甘んじて受けようぞ。ゴルシはね、 G1 で1着取るとドロップキックをしてくれるんですよ。 A グループ3連勝で進出決定です。ちなみに馬娘って時速70キロぐらい出るらしいんですけど、その脚力でドロップキックをしてくれます。いや、このね、3着のタキオンがほんと怖かったの。ちょっともう見ちゃうけど、もうほぼ同じ金の回復スキル2つに末足で、俺は末足の上位互換の全身全霊積んでて、であとはこっちはスタミナを上昇させる根幹距離、相手はこのマルゼンスキーの固有のスキルだねを継承させてて、でスタミナは俺のタキオンより低くてスピードとパワーをもっと持ってる感じ。ネイちゃんのデバフが刺さってなければ抜ききれなかった可能性もあるんじゃないかな。タキオンが猛威を振るっているな。さすが超高速の粒子だ。やっしゃ、じゃあもう A グループは買い、 A グループは確定だけど、このまま4戦目までいきますか。そしてここで先頭はスーパーグリープ日本のグループ。これでね、相手はね、あんまりスタミナに振ってなかった、スピードとパワーにステータス振ってる感じだったんで、多分ね、しっかり、あとナイスネイチャーの発砲未来、発砲にらみが炸裂すれば、最終コーナー出る頃には、ワン、ツーはうちの子になってるんじゃないかな。馬群に沈まなければ。ちょっとなんか固まってるの怖いね。埋もれそうで。あ、ほらほら上がってきた、このコーナーで。スパートかけてるとすごいグッて、この終盤に入った段階でグッて前傾姿勢になるんですよ。今もうほら、うちのタキオンすごい前に傾いてるでしょ。体が、他の馬娘ね全然見えてないけど、ほらで、ゴルシもあの状態がグッて傾いてて、これスパートかかってるんですよ今。見えたかな、後ろのゴルシがうちのゴルシよりちょっとね状態が起き上がってるの。スタミナ切れじゃないんだけど、スパートはかかってないんですよ。スタミナがなくて、スパートかけられるスタミナがないんだもんね。いや、これはもう危なげなく勝利。姉ちゃん3着まであるんじゃないか。タキオン4戦3勝正解だったな。スタミナ切れる要素がないもんね、アゲナスタキオン。思ったほどデバフがいないね、相手に。さあ、ちょ5戦目。いい勝利で、5連勝で次に行きたいね。ジェミニハイラウンド1第5レース、最後です。マヤのビカーン。はい、タキオンの固有は全ラウンド発動してるね、ゴルシも。ね、今回も相手はスタミナ高くて750に回復スキル1個とかだったんで、結構ね、このネイチャのデバフでスタミナ削れてるのがすごいでかい気がするんだよね。スパート遅らせたり、スパート後にスタミナ切らせたり。多分そろそろスタミナが足りてれば状態がグッて沈んで、ほら、今うちのゴルシが手前のゴルシに比べてグッて状態が沈んだの分かる？ちょ、見てほしい。グッてちょっとね、状態が前に沈んだの、あれはスパートかけ始めたんですよ。タキオンもスパートしてる。だからこうやってどんどん前目に前目に抜いてってるでしょ、ゴルシとタキオンが。他の馬娘はもう今スパートかけると最後まで走りきれないから、まだスパートかけてないんだよね。タキオンはかかった、タイシンがかかってるっぽいな、スパートが。あ、でもゴルシが捉えてますね、後ろで。そしてここで全身全霊、安定のアグネスタキオン5連勝。
シュテゴルシも大神を刺して2位。5戦全部大神とゴルシのワンツーなんだけど。でけー、強いぞうちのチームは。 B ランク調整楽しい。タキオンが5戦4勝、ゴルシが5戦1勝ですね。ゴルシもうちょっとスピードスキル積んでもいいかもね。イエス、5連勝でラウンド1を終了とさせていただいて、いいね。じゃあラウンド1は圧巻の5連勝で抜けたということでね、今回は前回よりより調整しっかりしてますから、このまま同じメンツでラウンド2もう勝ち上がれたらいいな。じゃあ一旦終わりますか。お疲れ様でした。また見てね。